こんばんは。尊い、ありがとう。ハートもありがとう。お疲れもありがとう。こんばんは。チュもありがとう。中村ペンライトもありがとう。ありがとう。こんばんは。皆さんお疲れ様です。ちょっと痩せたか、なんかちょっと落ち着いてます。はい、落ち着いてます。食欲はありますけど。ありがとう。ドラマもありがとう。どうもありがとうございます。今日は何曜日でしたっけ。水曜日か。なんか5月がもう明日で終わりっていうことに驚きを、え、今日木曜日、あ、木曜日木曜日だったんだけど、今日水曜日が溜まってた。STU 園地が楽しみでアルバム予約しました。 STU 園地やばいですよ、本当に。なんか前にそうアルバムの特典かなで STU 園地っていう、まあ、遊園地と STU コラボみたいな かけるみたいな感じでなんか撮ったんですけど、マジでなんか一人一人撮影したんですけど、本当にもう私のやつはもうなんだこりゃって感じの、本当になんかすごい、あのすごいんです。マジ見てほしい。ありがとう。 STU エンチ、そう、なんかどこまで言っていいか分かんないんですけど、本当に一人一人違って、そう一人ずつ撮影して、そう全然内容も違うんですけど、なんか本当に私のやつはなんか本当になんて言ったらいいのかな、あ、なんか萌え萌えキュンみたいな感じではなくって、どちらかといえばってなる感じのやつなんですけど、そう見てほしい、お楽しみに。ありがとうございます。いや、なんかお化けとかじゃなくって、全然なんか STU 園地はみんながなんかデート風な感じで撮影してるんですけど、私のはすごい狂気的なデートって感じ。あのすごい、あの怖い怖いって言っても、その幽霊の怖さとかじゃなくって、なんかもう本当になんかやばい。でもなんか一人一人なんか台本みたいなのを作ってもらってて、でなんかなんだっけかな、なんか私たち そのメンバー、なんか台本を考えてくれる人がメンバーのことをいろいろと調べてくれたりとか、なんかたくさんなんかどういう人なのかとかをこうなんか知って書いてくれたらしいんですけど、なんか私のやつめちゃくちゃ狂気的で、本当にもうあのすごいんですよ。だから本当見てほしい。ちょ、自分も撮影しててなんか大丈夫ですかって、メンヘラ彼女、まあそんな感じ。愛の重さですよ。今日する心の時も、え、あった台本あった、なんか電車の中で撮ったんだっけな。もうなんか本当に今再現した、今でも覚えてる。なんか撮影したの結構
そんなに最近じゃないんですよ、ちょっと前なんですけど、でも今でも覚えてるぐらい、なんか私みん台本もらった時に来たんですよ、もらった時になんかえ何これと思ってみんなに聞いたんですよ、みんなどんな台本なのっていろんな人に聞いたら、もう本当に私のだけこれ大丈夫なのみたいな台本だったんですよ。なんかもういや全然修羅場とかじゃなくってなんか正気かみたいな、本当になんかなかなかやらないようなこと、もう全部今言いたい、うわー言いたい言いたいけど、なんか言い過ぎちゃダメですもんね。ありがとうございます。でも一個言いたいのがある、言っていいかな、なんか言っていいかな、一個だけじゃちょっと言っていいかな、なんかまあそのデート風景って感じなんですけど、 STUNG、まあ、デート風景って感じでそのメンバーとデートしてるところみたいな感じで撮影したんですけど、台本になんかまあこういっぱい書いてあって、セリフとかでカッコが書いてあって、カッコここでクリボーの顔真似をするって書いてあって、クリボーの顔真似みたいな、もうえどういうことみたいな、でデート中にクリボーの顔真似みたいな、で私本当になんかカメラに向かってセリフ言いながらクリボーの顔真似とかして、もうでそれをカメラマンさんもこうやってもうわけわかめって感じで、本当に狂気的でした。ぜひ見てください、私も気になります。ありがとう。ありがとうございます。いや私なんか笑いそうになりながらやったもんね、ちょっと。そう。終わった後もなんか良かったですとか言われたけど。本当にみたいな感じで撮影しました。ぜひこれは絶対に見てください。キャラに合わせてるんかな、なんかでもなんか私たちのこととか調べてくれたみたい。まあだって私プロフィールにクリボーの顔真似て書いてたから、そうなんかそこをきっと見たんだと思います。ありがとう。えってか待って、なんか今プロフィールで思い出したけどさ、まださ STU のアーショって変わってないよね。なんか新しくプロフィールとかさ変わるじゃんか、まだ変わってないよね、もう6月なるのに。ね、変わってないね。なんか気づけば確かに変わってないなと思って、ありがとう。リップ撮ってるよ、プロフィールも出した。え、なんか確かにココアさんも写真撮ったって言ってたけど、アルバム発売に、そうなのかな、そうかも、え、そうなのかな。6月12日、
今回室内撮影、え、そうだよ、 STU いつもね海バックに撮影してるんですけど、今回はなんか室内で撮影したんですよ。そうそうそう、結構前に撮影した気がする。いつだったっけ、4月ぐらいかな、わかんない、だいたい春なるかなぐらいの時に撮るんですけど、3月4月でだいたい撮るんですよ毎回。眩しくな、眩しさよりもね、そう風がねいつも敵で、結構メンバー髪が長い子とかもうブワーみたいになって、本当にあの風が結構ねタイミングを見計らわないと撮れなくってハートありがとう。寒くなかったか。うん、寒くなかったかも。ね、なんか。まだまだですね。ありがとう。ちょっとハート。ラムネタもありがとうございます。いや、見てないの。あーしゃ見てないけどさ。でもさ、なんか、ツアーの兵庫の時にさ、なんか、あの発表があった時に、アルバムのその時にさ、なんかアーシャみたいなの出てきたからさ、あの一人一人名前ボンボンボンってなった時にスクリーンにね、なんかあ、これアーシャなんかなって思いながら見てたけどね、あれはアーシャじゃないのかなわかんない何が何なのかわかんないけど、選抜発表、あ、そう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 、選抜発表の時のです。アーシャの衣装、あ、そうそう、新衣装です。水色の。そう。あの、4タイプ。下のさ、スカートとか、パンツがあるやつ。です。ありがとう。帽子かぶってる？うん、かぶってない。おろしヘアしてる。かぶってない。なんか MV っていうか、ジャケ写の時はまとめてたんですけど、アーシャはおろしてます、髪の毛。ありがとうございます。なんか基本髪型はねおろしなの。でも私はシングルは絶対にまとめって最近言われる。なんかさ、踊ってたらさ、こんなになってさ、なんか多分私の髪の毛の量もすごい多くって、でなんかすごいもう舞うんですよ本当に髪の毛が。だからまとめてって言われることがいっぱいある。なんか髪さばきができない。まとめ髪素敵。でもまとめ髪の一個、あのちょっとうーんって思うところがあって、あの痒いこの辺が痒くてしょうがなくって、そのなんか毛がさチクチクしてさ、なんか頭皮に当たるの、だから痒くてあーんってよくなってる。そう、なんか自分さ
髪がさ結構太くて直毛な感じの人なんで、なんかそうまとめてたらさ、ここら辺が痒くてさ、うなじらへんとかもさ、そうなの。めっちゃ踊りやすいし、そうスッキリするし好きなんですけど、そこだけ痒いのだけ困ってますね。ありがとう。いやそうなの、これはもう結構な問題ですよ。ありがとうございます。リップもありがとう。え、今日あれだね、そうだ、歌唱力ナンバーワン決定戦2日目だよね。もう結構やってるのかな、どこまで行ったんだろう。ユーリーさん歌ってた？ AKB さんかな今。ごひてありがとうね。同じ曲、そうなんですよ。ユイリーさんめっちゃもう本当に素敵な歌声なので、ツヤのある歌声だよね。え、マイキュー嬉しい、なんかマイキューツヤのある歌声だよねって。ありがとう。同じ歌だったね。うん、嬉しい。なんかあの本当に一緒の気持ちじゃないかもしれないけど、なんか同じ曲をいっぱいある候補の中から同じ曲選んで被ったのってなんかすごくない？だってさ知らなかったからさ、え、そう、あの同じ曲はやっぱこの人が歌うとうまいなとかってまあ、比べられるじゃないですか一般的に。だからうーんって感じかもしれないんですけど、私はあの選んだの一緒っていうので嬉しい。ありがとうございます。ネタありがとう。ね、すごいよね。だってめっちゃね、本当にいっぱいあるの。何曲あるかな。え、めっちゃあるの本当に。何曲か分かんないんだけど、70曲ぐらいあるかな。いやそんなにないか、50曲ぐらい、分かんない、めっちゃあるの本当に候補の曲。ありがとう。多分ね、グループでは被らないようにしてるのかな、わかんないんだけど、あんまり被ってた人いるのかな。なんかね、第三希望ぐらいまで出すんですよ。で多分みんなほぼ第一希望行くんですけど、そうそう、多分グループ内では被らないようにしてんのかな、わかんない。そうそう、第三希望ぐらいまで出すんです。でも私第一希望しか通ったことないから、多分みんなそんな被らないんですよ。選曲いっぱいあるから、曲が。
第2話なんだったっけな、裸の心選んでたかな、あいみょんさん。第3なんだったっけな、手紙とか選んでたかな。でもさ、本当に曲がずっと決められなかったから困ってました。バラード好きなの、あ、そう、私なんかテンポの速い曲が結構苦手なんですよ。で、あのゆっくりした曲があのよくって、そう、なんかリズムがこう難しい曲とか結構なかなか、うん、ありがとう。なんかね、本当にもう瀬戸内の声ぐらいゆっくりであってほしい。希望は本当にあのなるべくゆっくりな曲がよくって、スローがいい。だからあのいっぱいその文字数が入ってたり、ちょっと難しいなんていうんですか、ふわりっていうかなんていうんですかね、リズムのやつとかだったりすると、あの舌が回らなくってあの難しい。PR 舞台の曲とか、STU で苦手なの？ STU で結構苦手意識はあんま持ちたくはないんですけど、まああんまり、そうですね、苦戦するなって曲はあれですね、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで自分の方から絶対告白なんかしない、この餃子の歌です。マジで本当にあれ難しいから、みんな歌ってみて、もカラオケとかでマジで難しいから、餃子の歌です。焼き餃子も水餃子もです、本当に。あれね、難しいよ。 A メロも難しいし、サビも難しいよ。風船が割れるところ、わかる。待って、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで自分の方から絶対告白なんかしないよ、だって突然、なんだっけ歌詞出てこん、急に。餃子の歌、餃子の歌はね、昔やってたんですけどね、めっちゃね、そこからもう詰まってます。心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない、好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛は奇跡に近いのかもしれない、あっという間に希望が、ん？やばい、歌詞が出てこない。あれも難しいよ、片思いの入り口の、あそこも難しいよ。そばにいるとたどんどんの街でも離れた分過敏になってる、
うーん、くらいかな。あとなんか難しい、リズムで難しいの。あの日から僕は変わった、難しいね。あと好きなれも難しい、好きになれただけで幸せだ。あれもなんか入るタイミングが難しいんですよね。なんか誰に何を言われたって気にしないみたいな、結構詰まってるし歌詞が、この尺に対してそうだから結構難しいですね。あれも難しい、リスト。あの日から僕は変わったも難しい。結構早口ソングは難しい。ヘタレのそれでも、あ、それでもは鍛えられたわ。それでも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 、あ、鍛えられてないかも。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ、頑張れ。自然淘汰主義。なんかさっきね、ずっとねあっちで流れてたんだよね。DMM 流してるんだよ。DMM。兄貴がいるんだけどね、向こうの部屋には。なんかさ、なん、あ、なんかと、あの兵庫初日の夏のツアー、燃えてる風はない、生きるってのはあやふやに、自然と出されること。そうそう、 DMM。やってたなと思って。踊ったことあるよ。シュワジャーネのキリキリダンス。そう、シュワジャーネやってたわ。いきなり手をつなぎ、私の、私の、え、私を引っ張るように。点滅し始めた、シグナル無視して、あ、やりたい、またやりたいけど多分やる時がなさそうですね。なかなかないでしょ。あの時はシャッフルしてたので。ちょっと窓開けてるからすっごい車の音がめっちゃ聞こえる。すいません。なんかね、そう DMM 見ててめっちゃ懐かしいなと思って、 その日にさ、確かユミリンさんが卒業発表をしたんですよ。めちゃくちゃでも懐かしい、なんか見ててすごい、もうなんか懐かしいってすごい感じてしまって、なんかすごいメンバーもその時からガラッと変わってて、ね、多分そんなにさ期間はめちゃくちゃあるわけじゃないのに、そっからメンバーがすごいガラッて変わってて、なんかなんかってなった。あれ、いや、そうですね。
ハートハートパンダありがとう。ミッキーさんありがパンダ、ありがパンダタワー。問題です。じゃじゃん、パンダの尻尾は何色でしょう。ブブー白でした。確か白だったはず。あ、締め切り早い。ごめんごめんごめん。え、わかんない、自信なくなってきた。でもなんかイメージは黒なのに確か白だったから、なんかめっちゃ覚えてるの。なんか黒だと思ってみたら白だったみたいな。そうなの。調べてみて。パンダ尻尾応援してありがとう。ありがとうございます、ミッキーさん。そう、これ多分いろんな人が間違えると思うので、あのやってみてください。会社とかでパンダの尻尾の色は何色でしょうって、多分間違える人いっぱいいると思うんで、やってください。白でしょ。ありがとうございます。ありがとう、リップ。こういうなんかこういうクイズ大好き。すごい、あの引っ掛け問題っていうか、博識、いや全然博識じゃないけど、なんかそういうなんか雑学じゃないけど、なんかそういうの好きです。ためになるかな。パンダためになる。他にあるか、なんかあるかな。ショールームで結構なんかいっぱい言ってる気がする。なんか初出しはなさそう。ドラえもんのひげは何本か、え、6本じゃない？こう33で生えてそうじゃん。もっと生えてるのかな。え、意外と22な感じもするな。4本。6本 ?2 本あ、4本ハートありがとうございます。まいちゃんの雑学？私の雑学か、なんだろうな。お風呂は浸かりません。どうでもいい情報。あの基本風呂は浸からないですね。あの10分以内ぐらいに終わります。あとはシャワー中、あ、シャワー中は漫才見てます、基本。あの漫才を流してネタ大体何本見るかな、
3本ぐらい、わかんない、なんか漫才流して、でそう見て、見ながら音マックスにすんの、もうでシャンプーとかしながら見る。いやくんさ、目開けたままシャンプーするか論争前したことあるんだけどさ、負けるだろう。私もうね、なんかね、ネタの展開全部わかるんですよ。何回も同じの見るからさ、毎回同じのってわけじゃないけど、なんか、まあ、大体もういろんなの見て、大体なんか、あ、次こうなるこうなるこうなるみたいなの全部わかるんですよね。なんかもでも毎回同じやつ見ちゃう。でもいいことがあって、そのやっぱマックスにしてても音をね、でもシャワーの音で聞こえない時があるんですけど、内容全部知ってるから何言ってるか全部わかる。あの、いや、何ですか、聞き取れんくても、あ、今これ言ったなみたいなのが全部わかるから、あの、いい、コント、あ、コントも好きだよ。今日お風呂中に見たのは、あの四千頭身さんのコント見てたよ。見ながら、そう入って、そう、マジでお風呂の時はそう基本お笑いです。シャワーでも見るよ。笑いながら、いや私もう全部展開知ってるんで改めて笑うとかはないんですけど、真剣に見てるよって言ったの。こう、次はこの展開が来るな。あの一通り笑い終えてるから、もうあの何ですか、ないんですよ、その新しく見るやつじゃないと、なんかもう覚えてるからさ。マジで真面目に見てる。じっと見る感じ。そう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 。なんで何回も見るんですか？え、だってさ、みんなさ、公演何回も来てくれるでしょ？それと一緒だよ。あの、何回でも見たくなる。いっぱい来てくれるじゃん。みんなだって。うん、一緒だよ。何回見ても楽しい。ありがとうございます。同じ公園二度とないから。あ、じゃあ分かった、みんな DMM とかでもう一回見ようって思ったりすることない？その感覚と一緒かな。うん、なんかもう一回面白かったら見たいなみたいなのと一緒かな。見返そうみたいな感じかな。ちょっと違うかもしんないけど一緒。それた頃に同じネタ、いやわかるよ。
令和ロマンさん、あ、なんか M1 の優勝ネタ見たかな、すごかった。でもお笑いってすごく何ですか、大変だなってめちゃくちゃ思う。だってやっぱり人を笑わせるのって難しいじゃないですか。だしさ、みんなオリジナルのネタを持っててさ、すごいなって思うしさ。ありがとう。泣かせるより大変っていうね、笑わせるの。どうしますか、泣かせる芸人さんが出てくるかもしれない、今後。お笑い芸人に対抗して怒らせる芸人さん、お怒り芸人どんどんね、この世界は進化していくのでね、新しいものが出てきて、泣かせ芸人お怒りアイドル、私お怒りアイドルの中村舞です。あんまり言いたくないですね。私もみんなのことは笑顔にしたいですあ、自分が怒ってるだけですね、それは。でもね、私今穏やかだよ、めっちゃ。あの、心すごく穏やかに生きてます、はい、今穏やかだよ、本当に本当に穏やかそうでしょえ、刺激は欲しい。だからなんか空いたら見たりするけど、うん、ゾンビ？ゾンビ見てるよ、現在進行形で見てるよ。全部見終わったら言うわ見てる見てる、ゾンビ。言わないで。え、ゾンビ嫌い？まあ怖いよね。全部って過去作品全てのこと、さすがにそれはない。全部は、過去作品全部は見れん、見れるもんなんかいね。どうやろう、時間が膨大にかかりそうなんですけど。え、違う違う、あのね、ドラマみたいなの見てるんですよ、あのゾンビドラマみたいな。そうで、空いてる時に流したりしてるんですけど、ちょっとあれですね、
怖いよね。感情移入っていうかさ、なんかゾンビの映画とかドラマって大体なんかあれなんですよ、なんか人間やっぱみんな助かりたいからこそなんか誰かを落とし入れようとしたりとか、そういうなんか人間の怖さが出たりするんですよ。なんかこの人追放しようとか、なんかそういうなんかゾンビの怖さよりもそっちのなんか人間の怖さ的なものが結構あったりして、私めっちゃイライラしながら見ちゃうんですよね。そう、なんか助け合いの心を持つのはなんかやっぱピンチの時は人間性が出るもので、そうなかなか難しい。え、そういうのを怒りながら見てる。はい、ありがとう。そう、なんかただゾンビと戦うんじゃなくて人が揉めたりして、そういうなんか人間関係だったりとかもすごい出てくるから、なんかそういうところとかをめっちゃ見てる。いや、もちろんゾンビも好きなんですけどね。ゾンビを応援することはないけど、でももうこの人は意地悪ばっかりするからゾンビになっちゃえって思ったりすることはあるかも。もうこの人がいっぱいいろんな悪さをするから他のみんながゾンビに なるんだから、ゾンビに感染するんだから、もうこの人がゾンビになっちゃえって思っちゃうことがあるけど、いや、そうだよ、本当に怒りながら見てる。そんなにゾンビ好きやね。いやね、でも今見てるゾンビはまたなんかちょっと特殊なゾンビ、なんか映画によってさ、やばい、こんなにゾンビの話してたらまたこの人ゾンビの話してるよって思われる。でもそう、映画とかドラマによってゾンビのタイプが違ったりするんですよ。だからめちゃくちゃ面白い。ゾンビになったら自分の意思は全くなくなる。いや、これもなんですけど、本当に映画によっては自分の意思を持ったままゾンビになる人もいるし、なんか本当になんか作る、そう、制作の人によって変わる。マジで。あとこのゾンビは勢いがあるなとか、なんかそう、勢いがあるゾンビはめちゃくちゃ怖いよ。あのゆっくりさ近づいてくるゾンビはさあれだけどさ、足が速いゾンビいる。でもなんか私が見るやつ基本足が速い。なんか一回おきちゃんからさ、おすすめされたゾンビ映画がさ、めちゃくちゃ足が遅いゾンビだから見てみてみたいな言われてさ、なんか
おじいちゃんとかおばあちゃんのゾンビ、え、わかんない、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんがゾンビと戦うみたいな映画だったんだけどなんかでもなんかおじいちゃんとかおばあちゃんはなんかゾンビが来たのに気づかなくって、なんかでも足ゾンビの足も遅いから大丈夫みたいな、あ、それそれ、ロンドンゾンビ機構だ、それだ。なんかすごいね、特殊なねゾンビ映画教えてもらったんですけど、私はね結構ね迫力ある、もう勢いのいいゾンビが好きなんですけど、ドキドキする。あ、でもあれなんじゃないかな、多分なんかちょっと、なんて言うんですか、あのちょっと楽しく描いてる、楽しく、なんですか、撮ってるゾンビ映画とかもあると思う。もう本当にめちゃくちゃホラーみたいなゾンビもあると思いますけど、はい、ありがとう。ゾンビ情報どこから、なんかサブスクとかで調べます。やばい、ゾンビの話をしすぎた、ゾンビ配信で終わりたくない。え、ちょっと待って、やばいやばい、ハッピーな話をありました。いや、お話し会でぜひゾンビ話でもしましょう。とりあえず一曲、あと何曲かしか歌えんかもしれん。すごい、ユイリーさん1位だよって、ユイリーさんすごい、ユイリーさん優勝しちゃうんじゃないですか。ありがとう。倉野成美さんも同点1位、同点1位なのか。え、昨日のランキング STU いっぱい入っててすごいってなりました。あの配信が終わった後に発表されてたけど、なんかさ、本当にさ、なんかめちゃくちゃもう STU、 いや STU で活動してて、ランクインしてなくてもめっちゃ歌、もう本当に上手い子たちめっちゃいるから、いやそうよ、本当にすごいことですよ。ありがとうございます。ひなさん、なんかうちのお母さんとお姉ちゃんがツアー終わった後に、そのツアー来てたんですけど、広島じゃない、愛媛、広島も来てたんですけど、愛媛かな、愛媛来てたんですけど、その愛媛終わった後にマジでまひなさんの歌が超好きって言ってて、あのボクボクやったんですよ確か、その時
そして僕は僕が僕うん？そして僕は僕うん？そして僕が僕じゃなくなるやったんですけど、そうあのまあ、ひなさんのね歌割りのね、桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろう、たとえ雪が舞い落ちようともってところがあるんですけど、もううちのお母さんとお姉ちゃんがマジでかっこいいってめっちゃ言ってて、わかる、めっちゃかっこいいよね、あのなんだろう、まひなさんにしかできん歌い方って感じ。僕かっこいい、結婚してハートありがとう。本人に伝えた？え、伝えたよ。その時バス横にいてで私 LINE が来たんですよ、親からね、お母さんとお姉ちゃんから LINE が来て、で「あのよかったよ」みたいないっぱい LINE が来たんですけど、まひなさんの歌マジでよかった、すぐに言いました。結婚してありがとうございます。反応、リアクション、え、なんて言ってたっけ、ありがとうって、今度姉貴のために歌うねって言ってた気がする。うん、あのまひなさんめちゃくちゃフレンドリーなんで、本当にフレンドリーだよ、マジでびっくりするぐらいフレンドリー。仲良くなりそう。なんか私一回まひなさんと電話してた時があって、その時ちょうどお母さんがいたんですけど、なんかマイキューのお母さんみたいな感じで急に呼んで、でなんかヤッホーみたいな感じでマイキューのお母さんヤッホーみたいな感じで、なんかいつもお世話になってますみたいな感じで、なんかいきなりそう会話し始めて、本当にうちのお母さんはなんか、あーこんにちはみたいなそれなんかね、めちゃくちゃフレンドリーにいきなりそう、噛んだ、いや行くねみたいな言っててギャル、ありがとうございます。いやでもひなさんは本当に誰とでももうすぐにもう仲良くなれるっていう、もう本当にすごいの。私が一番びっくりしたのは、なんかロケに行った時にまひなさんがなんか、え、おばあちゃんだったかな、なんかおじいちゃんおばあちゃんなんか一緒にいて、でそうなんか休憩中に一緒にいて、でなんかめっちゃ話してて、でなんか「えっそうな！」みたいな感じで「みたいな「なんとかなんや！」みたいな感じで話してて、で「なんかでさっき会った！」みたいな言ってて、本当に一瞬ですぐもう仲良くなっちゃうんですよ本当に。でそう「さっき会った！」みたいな感じで。ありがとう。いやすごいよね。あとはめっちゃタクシーの運転手さんとすぐに仲良くなるすごいそれもマジで。
なんか乗り合わせで帰っててみんなで、で助手席にまひなさんがいて、後部座席にココアさん、私、サラピーで3人で座ってて、でなんか普通に帰ってたんですけど夜、そしたらなんかまひなさんが急に話し始めてて、なんかどうみたいな、ゴールデンウィークどうみたいな感じで話、なんか急に初めてよねみたいな感じで、私らって初めてみたいな、会うの初めてみたいな、ゴールデンウィークどうみたいな感じで話してて、もう本当にココアさんとサラピがええみたいになって、なに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 みたいな、どういうことどういうことみたいな楽屋で、まひなさん一緒にいることよくある。まひなさん、いやなんかどうだろう、なんかさ、あんまり楽屋でさ位置とかさあんまり意識はしてないんですけど、なんかなんて言うんですか、人気が少ないとこがすごい好きなんで、そういうとこ選ぶんですよ。そしたらそういうとこにまひなさんも大体いるからそう、一緒になることよくあります。ありがとう、ラブレターのハートも。端っこ、ねくるんちゃん、もう終わっちゃう？あ、53分だった。ありがとう。体育座り、体育座りしてた、見えた。今広島だよ、今日はレッスンしてました、はい、1日2日がツアーなので、さあまた今度だね。ね、歌いますね、また。ありがとう。明日徳島行くよ。前乗り？今向かってます。早い！ほんまに？もう徳島。そっか、でも昼夜公演だから前乗りする人もいるよね、そりゃそうだよね。徳島ラーメン食べるんですか？当日移動の人もいるよね。徳島ラーメン、気をつけて行ってください。私も後で駆けつけます徳島県。徳島ラーメン有名だね。あれも有名だよ、阿波踊り、あの鳥の種類、阿波踊り。福島ラーメン美味しいよ。なんか結構濃いめな感じがします。生卵入ってるよ。踊りじゃなくてね、あの鳥の種類なんだけど、阿波踊りっていう鳥の種類。があるの。
あそこのアワに尾びれの鬼、鳥、ニワトリ、徳島めっちゃ久しぶり。いやめっちゃではないかな、でもなんか久しぶりな感じする。楽しみです。何パターンかある？そう、3、赤、茶、黄の3パターンの徳島ラーメンがあるらしい。私食べたやつあれ何系なんだろう、あんまりなんか詳しくないんだけど、茶系かな。え、赤、茶、黄だっけ。わからんくなってきた。マイナさん。マイナさんが詳しいです。はい、もう徳島はもうマヒナさんが本当にめちゃくちゃ詳しいです。徳島どう？まだ徳島じゃないけど早く行きたい。あ、ちょっとショート風にしよう。おやすみ。おやすみ。ショートに見える。待って、壇上を呼ばないとね。58分だ。ハルトさん、ゆずきちさん、よっちゃん513、ぼんちゃんさん、まささん、シーサーさん、福ちゃん丸さん、福太郎さん、ためですさん、おさんずさむさん、くまねパパさん、東京のスワンさん、ドラムロールを前に要求されたのでやってみたいと思います。1位はドルル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 ありがとう。おやすみ。また明日。明日は金曜日です。皆さん、おやすみなさいませ。ゆっくり寝てください。